やっほーせいです。今日もね、長尺動画、雑談動画撮っていこうと思います。<laughs> 3回目。というのも、なんか結構、あの、コメントくださって、長尺嬉しいですとか、なんか私と話してるようで楽しいですとか、あとなんか、な、えっと、あー、もうまた出てこないじゃん。<laughs> そうでもね、なんか、長尺嬉しいですって言ってくれる方がいて、それで嬉しくて、また雑談動画撮ろうかなと思って。またね、あの、家族いないから、<laughs> 撮っていきたいと思います。でもね、結構もう喋っちゃってるからな。そう、あのさ、昨日あれ見ました、NHK のミュージックエクスポ。 あれ、トバちゃんかっこよかった。あれさ、あの、一つの誓いは、あの、五人でパフォーマンスしてくれてたけど、あと、鳥、鳥で歌った、あの、タイトルなんだって、なんだっけ、あの、I will なんとかみたいな、あの、あの曲。あれは、ボム牛、あれでしたね、スタンドマイクで。まあ、若干踊ってたけど、 でも、参加は、あ、何ていうの一緒には踊ってなかったですね。やっぱまだ調子良くないのかな無理はしないでほしい。なんかね、早く治ってほしいからあんまり無理はしないでほしいですね。だから福岡がどうなるんだろう福岡もやっぱちょっと制限されるんかよね。福岡行く皆さん。 ボムギュが完全復活してるといいですね。私は東京ではもう本当にボムギュ全然踊れなくて、それで、ボムギュがなんか悔しい涙を流してたのがちょっと印象的でしたね。で、名古屋では、あの、何曲かは踊ってたから、あ、それであれだ、名古屋のワンデイで、 あの、一つの誓い、初めて5人でパフォーマンスしたんだ。そうそうそう。そう、それが初めてでしたね。だからすごい盛り上がった。なんか、すごいザワザワして、おーみたいな感じで。あれ良かったなうわーライブ行きてー。<laughs> ライブ、もう予定ないよ、行く予定。 福岡はさすがに行けないもんなぁ。行くとしたら飛行機だよね。いやー飛行機か。これめっちゃお気に入りで、もう、この間も話したけど、お気に入りですごい使ってる。なぜこんな入るんだもん。<laughs> うん。これはアイスティーです。無糖のね。私は最近甘いの飲めないかも。甘いアイスティー。もうずっと無糖の飲んでるから。甘い、あ、でも甘いアイスティーたまには飲みたいな。でも甘くするんだったらミルクティーの方がいいかも。私ね、昔、高校生の時とか、 ミルクティー嫌いだったんですよ。大学生の時とか。てかね、最近、ほんと、ここ、ここ、4、5年ぐらいかな、ミルクティー飲めるようになったの。なんか急にね、飲もうってなって、それでなんかミルクティー飲めるようになった。<laughs> 謎な克服。な、なんだろう、急になんか飲みたくなって、 それで飲めるようになった。そう、あのさ、プルバツが発売されたじゃないですか。あれさ、可愛くてラインナップ見たら、いや、私ね、プルバツにはお金手出さないって決めてたんですよ。もうあの、BT 石ビルの二の前を踏まないみたいな感じで、ちょっと我慢してるんですけど、 でも可愛くて、あのね、ペンライトカバーが欲しいんですよ、私。私さ、あの、モアボー全然デコったりしてなくて、だからペンライトカバー欲しいなと思うんですけど、あれ1個3000円ぐらいするから、いや、それだったらなんか、トバちゃんご本人様のグッズ買った方がいいよなー って思いつつ、あとね、私ね、私が持ってるペンライ、あの、モア棒、さ、あなんか初期不良なのか、つかないんですよ、ライトが。いや、あのね、最初はつくの。あの、最初の、何分ぐらいだろう、5分、10分ぐらいはつくの。でもね、そっからなんか消えちゃって、もう全然つかないんですよ。あの、電池入れ替えたりとか、 してるけど、全然つかなくて、もうマジで意味がわからない。<laughs> そう、だからさ、ペンライトカバー買うよりも、ちょっとまずモアボア新しいの欲しいなと思ってて。いや、でもさ、本当はなんか初期不良だから交換してほしいけど、でももう使っちゃってるし、返品できないよなと思って、 いやー、あれはね、ちょっと、悲しいなそう、だから、モアボーさ、ライブ行って、モアボー最初ついてるから、めっちゃ使ってたんだけど、もうつかなくなっちゃうから、なんか持ってるのも恥ずかしくて、だからもう、普通に床に、床っていうか、カバンの上に置いてたりしてて、何のためのモアボーだよ、みたいな感じで。<laughs> うん、悲しいわ。いやー、今日暑いね。今日っていうか、いつもか。でももう8月後半だよね。早い。え、今日だから23日か。今日23日なんですよ。 で、またね、多分、長尺でデータ映せないから、何にも、あのね、こ、昨日昨日じゃない、一昨日か。一昨日上あげた時は、あの、データ整理したから、BGM だけはなんとかつく、つけれたんですけど、今回どうだろうつけれるかよ。わからん。そう、今日23日。あ、明日バイトかー いや、この間さ、一昨日だから、仕事行けなくって、あのー、気持ち的にちょっと沈んでしまって、バイト行けなくって、ってこの話したよね。<laughs> そう。だから明日行けるかななんか不安になってきた。 で、不安になるから余計行けなくなっちゃうんだよね。いや、わかってるんだよ、それは。なんで、そう、行けなくなっちゃうか分わかってるんだけど。いや、でもなーやっぱこう、なんていうか、プレッシャーに感じちゃうんだよね。なんか、あ、行かなきゃ、みたいな。そう、あの、ほら、私の仕事、シフト制だから、あのー、 急に休むと困っちゃうんですよね。だからさ、本当は休めないんだけど、いやー、でもなーちょっときつい。マジで仕事辞めようか悩んでる。でもな辞めるなちょっとなーあ、そう、それでさ、 もう、また話は全然変わるんだけど、肌荒れがひどすぎて、本当に、この1ヶ月。マジで。もう、本当にひどくて、だからもう、ようやく、皮膚科予約しました。って言っても、予約全然取れなくって、行けるのね、えっと、2週間後なんですけど、もう予約取りました。 もう、マジでひどいから、もう、だから顔出しできないんだよ。ま、ああの、化粧すればいいっていうだけの話なんだけど、化粧するのめんどくさいから。<laughs> いやー。だからね、もう、ちょっとね、肌荒れ、マジでどうしよう。 いや、スキンケア変えてないんですけどね。いつも使ってるあの D プログラム。だから洗顔も、化粧水乳液、あとナイトクリーム全部 D プロ、D プログラムにしてるんですけど、それでもすごい荒れちゃって、もうちょっとこれ病院行かないとやばいなと思って、で、予約しました。って言っても2週間後だからなー 予約なしでも多分行けることはいけるんだけど、相当待たされると思うから、うん、まあニキビだから別に緊急性はない緊急性っていうか、急ぎではないし、まあ、気長にりますかっていう感じ。もうね、だから、こ、こっちがひどいの、この左側が。右側は全然大丈夫なんですけど、左側、 顔の左側が、もうすごい荒れてて、なんか、顎から頬にかけて、だっからこのフェイスラインだよね。ここがすごい荒れてて、今もう本当に映せないぐらい、ひどい。マジで。何なんだろう。何が原因かもわかんないし。だってお菓子だってそんな食べてないのに。 あそう、今日ね、アイス食べたかったけど、アイスないんですよ。アイスないから、食べるお供がない。うーん、マーブルチョコでも食べようかな。マーブルチョコやめた。これにする。これ。これめっちゃ美味しい。男梅。これめちゃくちゃ美味しいです。おすすめ。 なんかね、こういうやつうんこれがね美味しいんですよいやー見てフィガロとクレオかわいい <laughs> いやーなんかさ私 も、もうすぐじゃないけど、2ヶ月後 ?2 ヶ月後誕生日で、なんか妹に何が欲しいのって聞かれたんですけど、なんか欲しいもの全部自分で買っちゃってるから、何が欲しいって言われても、全然思いつかなくって。<laughs> で、なんか、何が好きなのって聞かれて、 で、なんか、あ、ドラミちゃんとか、あとポケモンの不思議だねとか、かなーみたいなこと言ってて <laughs> う。まあ、あと、私ね、妹の誕生日には、あの、マッシュル、マッシュルっていう漫画の、 クリアファイル何点セットかと、あとドライヤーあげたんですよ。ドライヤー欲しいって言ってたから。だから、家電で返すって言って、あの、ヘアド、ヘアアイロンヘアアイロン欲しいなっては言ってたんですけど、何がもらえるか、まだわからない。だから楽しみだな <laughs> いや、今まではさ、めちゃくちゃ仲悪かったから、 こうやって誕生日はとかもなかったし。てか一切もう顔も見せない感じだったから。だから今はね、もう本当に楽。もう毎日のように喋ってるし。なんから、なんか楽しいですね。やっぱさ、兄弟は仲いい方がいいよね。うん。そう思った。 だってさ、それだけでストレスなくなるわけじゃん。今まではさ、なんか、なんかほら、嫌いな人がいるから、なんか、家にも居心地が悪いし、みたいな感じで、もうとにかくね、すんごい仲悪かったの。<laughs> 本当に。だからね、だからもう、20年、 ぐらいいい顔も見ななみたた感じだったうん一緒に住んでるけどね。でもそんな感じで、まあ私が一人暮らししてた期間も長いから、だからまあ一緒に住んでた期間はそこまで長くないんだけど、でもね本当に、もうマジで今では考えられないぐらい仲悪かったですね。 なんか今が良かった、あの仲直りできて。まあそれでもね、やっぱ機嫌悪くなるときあるんですけどね。なんかそこが難しいんだよなうん。まあそれは愚痴、まあ愚痴をそんな暗い話したくないから。<laughs> それはまあいいんですけど。よいしょ。 いや、これうまいなこれ食べてみてください。なんかね、こんな、パウダーコーティングされてて、すごい美味しい。これまた買いたいけど、これどこで買ったっけなニューディーズだっけな いやー本当はアイス食べたい、暑いから。うん。話すこと終わっちゃった。<laughs> いやーいやーでもね、長尺動画意外に思ったより、あの、見てもらえててびっくりした。もっと少ないかなと思ってたから。 やっぱ需要あるんかや。わからんけど。<laughs> いや、でもね、こうやって喋れるの嬉しいな。やっぱ、なんか普段、妹としか喋んないから。<laughs> だからなんか、もう友達がいないんですよ。<laughs> いやい、いるけど、 いない、本当にいないわけじゃないけど、なんか交流がないから、なんかね、あと自分から連絡するのあんまり好きじゃなくて、なんか連絡くれれば全然返すんだけど。いや、あ、そうだ、本当はさ、喋りたいことあるんだよ。本当はね。でもさ、私の YouTube 父親も見てるから、ふふふ。 あ下手に話せないんだよないや、ま、あ話してもいいんだけどさもうなんかね、私の父親すごい私の動画チェックしてんだよね。<laughs> マジでなんかヘビーユーザー的な。なんかもう <laughs>、超見てんの。もう、ありがとう。<laughs> 見てくれてありがとう。<laughs> いや、本当に、面白いよな <laughs> だからね、そう、応援してくれて、応援っていうか、まあなんか、YouTube 活動をしてるのにな、まあ別に否定的じゃないというか、むしろ応援してくれてんのかなまあ、動画見てくれてるってことは <laughs>。どうなんだろう <laughs>。よくわかんないけど。 なんかね、そう、すごい見てんだよね <laughs>。いや、なんか笑っちゃうけど <laughs>。なんかね、母親も登録してくれてるんですけど、母親はね、そんな見てないっぽいんだよね。なんか父親が、なんかすごい見、<laughs> すごい見てるっぽい <laughs>。あとなんか高校時代の友達も、なんか、私が喋ってるのが好きって言って、 なんか結構見てくれてたり、あとあのカラットの子とかもなんかたまに見てくれてるみたい。だからありがたいなと思って。そうだ、あのさ、最近さ、なんか私すごい不定期に動画上げてるじゃん。なんか毎日投稿してみたり、もう一週間ぐらい空いてみたり。<laughs> だからさ、もうフォロワーが全然増えなくって、なんかむしろ減ってるんだよね。それが今の悩み。全然、あの、チャンネル登録者数増えないし。あー、どうやったら増えるんだろう。てかどうやってさ、500人まで伸びたのかわかんない。でも絶対トバちゃんのおかげだよな。 トばちゃんがいなかったら多分こんな言ってないと思う。うーん。なんかさ、私が最近よく見てる YouTuber さんは、なんかもう本当に、あの、自分の喋りだけで、なんかのし上がってきてるっていうか、フォロワー増やしてってる感じがして、なんかすごいよなと思った。 まあ、あ結構なんか釣り動画あの、釣るってあの、あれ、み、見てもらえるように釣るっていう意味の釣り動画とか作ったりしてるんだけど、ま、あそういうのもさ、ま、あ一つの手じゃん。で、実際は、なんかこう自分の喋りだけで、あのー、やってるから、 なんか私みたいにさ、あの、つばちゃんの力を借りて、やってるとかじゃなくて、もう、ほんと自分だけの喋りだけで、やってるっていうのがすごいよなと思う。それでチャンネル登録者数どんどん増えてるから、いや、すごいよないや、なんかちょっと家族帰ってきそうな予感がするけど、まだ大丈夫かな。 うん、だからね、チャンネル登録者数が減ってるからやる気を失ってるっていうのもある。でさ、なんか編集もめんどくさくて、なんか昨日あげた動画とか、もう編集クソだよね。私自分でも思うもん。<laughs> 編集クソだなって <laughs>。だから雑いな、みたいな。そう。だからなんか申し訳ないけど、 でも昨日はモアデイだったから、モアデイ、そう、8月22日がモアデイなんですよね。だからどうしても動画あげたくて、だから急いで、急ピッチで編集してあげました。だからいつもより30分ぐらい遅くなっちゃったけど、投稿するの。でも、なんとかあげました。 あとあれだしね、ミュージックエクスポもやってたから、あ、それ動画撮るの焦れあのね、動画を撮ったんだけど、あの、テレビの動画を撮ったから、映せないんですよね。だから、あの、視聴してるところを映せばよかったんだけど、そこは撮ってなかったから、ちょっと、あの、動画にはできないんですけど、うん。 あ、でも気づけばもう23分経ってる <laughs>。何気に時間経ってるな。うん。なんかさ、全然話変わるけどさ、英語喋れるようになりたいな。英語と韓国語喋れるようになりたい。 なんかさ、あのー、この間何の動画だっけなあの、あれだ、Vlog、あのー、あの、あの、とばちゃんの Vlog? あのー、あれ、アメリカツアーの時の Vlog で、カンテがホテルでルームサービスを頼むシーンがあって、そこでめっちゃ流暢に英語で喋ってたんだよね。 あの、英語でオーダーしてて、いや、かっこいいと思って。で、カンテってさ、日本語もできるじゃん。だから、トライリンガルすごいなと思って。なんか、K-POP の人ってほんとすごいよななんか、ビジュアルもさ、やっぱほら、スキンケアとか、肌とかすんごい綺麗だし、 で、筋肉もすごいでしょなんか運動もしてるってことだし。だから食,食事制限とか。で、あと語学。英語と日本語。とか。ほんとすごいよななんか努力の塊だよね。いやー私にはできない。すごいな だからなんか余計好きになるんだよね。なんかこう努力して、なんかどんどんかっこよくなっていく姿がね、いやーすごいなそうだ、あのさ、なんかコメントくれてる方が主任会をしらしくて、なんか主任会の話でもしようかな。主任会さ、 あの前の動画でも言ったけど、あの、プレイバイトゲダーで、あの、綱引きやってる時めちゃくちゃかっこよくて。<laughs> これ、もう前も言ったんだけど、なんかすごい、あの主人会めちゃくちゃかっこよかった。でさ、主任会ってさ、やっぱ横顔がすごい綺麗だよね。やっぱ鼻高いし、 鼻尖ってて、なんか、もう理想系の横顔みたいな感じで、よかったわ。うーん。私ね、主任会の歌声が一番好きなんだよね。これももう前言ったけど、そう、歌声的には主任会が一番好き。でさ、なんか、マンネだけどマンっぽい。 ぽくないいみたいななんかさ、落ち着いてるよね、ヒュ会って。落ち着いてるっていうか、まあ、テンションは高いんだけど、テンション高い時と落ち着いてる時のギャップがなんかすごいいいなと思った。うん。なんか、ヒュ会っていてかもう全員かっこいいからさ、なんかボムニューがさ、ほら、 親父ギャグが知りたいみたいな感じで言ってて、あの、ミュージックエクスポでね、あの NHK のミュージックエクスポで、親父ギャグにハマってるみたいなこと言ってて、あの、新しい学校のリーダーズさんが、なんか電話に電話みたいなことやってて、<laughs> あれ可愛かったー。 でさ、ヒュニン会はさ、私やっぱ茶髪が一番好きかな。あのー、ほんとデビュー当時の、デビュー当時なんかのあれ、ちょっと私、最近も、最近てか、まだモアになって一年しか経ってないから、あの、昔のことをよく知らないんだけど、あの、茶髪の時はね、茶髪か黒髪 が一番好きかな、ヒュ会は。まあ、金髪も可愛いんだけど、なんかね、やっぱ黒の方が好きだな。黒か茶髪。でね、四0はね、やっぱ明るい髪の方がいい。まあ、黒もかっこいい。まあ、結局何色でもかっこいいんだけどね。<laughs> そうなんだよ。結局かっこいいんだよ。 で、ボムギュは、私、茶髪か黒が、あ、なんか結局みんな茶髪か黒がいいかもしれない <laughs>。あ、でもね、スビンは断ツで黒髪。もうスビンだけは黒髪が一番いい。カンテはね、明るい髪も好きだけど、うーん、カンテもでも黒がいいかな。 なんかみんな黒がいい。<laughs> なんかさ、黒の方がやっぱ、あの、お顔に目が行くから、なんかその方がいいかもしれない。髪が派手だとさ、やっぱそっちに目が行っちゃうじゃん。あ、でもなー髪派手だとなんか別次元の人って感じがして、それもまたいいんだよなうーん、難しいところだ。<laughs> あ、でも今の40の髪色好き。ちょっとブロンドみたいな。これ美味しいからもう一個食べよう。でもなんかさ、昨日おとといあたりからなんか、お腹の調子が悪い。なんかさ、おとといの動画で私腹下さないんですみたいな感じで言ってたと思うんだけど、 最近ちょっとなんか、くだし気味。危ないかも。食べまーす。うん。美味しい。で、これさ、こういう、パッケージもあるのかなでかいやつ。これ欲しいな。 あ、でもこれがメガサイズって書いてあるな。こっちの方がでかいんかよ。わからん。うーん。さすがにもう話題なくなってきたよね。<laughs> でもなんかせっかく家族いないから喋りたい。 あ、じゃあ、筋肉マンの話でもする <laughs> 筋肉マンだったらいくらでも喋れるよ。でもな、私の視聴者さんさ、うん、もう大体モアだから、いきなり筋肉マンの話されても困るよね。いや、でもさ、気になる方は、あの、パーフェクトオリジン編見てみてください。私は見れてないんだけど、 あの、ネットフリックスで独占配信されてるから、ネットフリックス入ってる方、ぜひ、キンマンのパーフェクトオリジン編見てみてください。<laughs> やばい。あー、危なかった。 これ舐めながら喋るの危ないな。ちょっと、軌道に入った。危ない。もうさ、私さ、結構むせやく、むせやすくてさ。うん。私ね、昔からそうなんですよ。もう子供の頃から結構むせやすくて、だから飲み物飲む時とか結構危ないんだよね。 なんかもう死ぬんじゃないかっていうぐらい。<laughs> いや本当もうなんか笑え、笑えないぐらいマジでひどい時とか、もう息できなくて、マジで危ないんだよね。ああ今日もめっちゃ晴れてるわ。でもやっぱさ、休みの日はあんまり頭痛くならないかも。 今回、ちょっと、おとといぐらい、頭痛かったけど。えっと、何時だっけおとといの、おとといね、なんか頭痛くて薬飲んじゃったんだよね。でも、今月はまだ、1、2、3、4、5、6。今月はまだ6日しか飲んでない。 6日しか飲んでないっていうのもおかしいんだけど。<laughs> 6日も飲んでるんかいって感じなんだけど。でも私の中では少ない方。今月はね。あの、鎮痛剤ね。あの、飲んでるっていうのは。あの、毎日飲む薬は毎日飲んでるんだけど。でもやっぱね、頭痛は、あの、病院で出される頭痛薬は私効かないから。 あの、カロナールっていうめちゃくちゃ弱いやつ。あれね、弱すぎて全然効かないから。だから、私はいつもあの、イブ、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。これ。イブ。イブクイック頭痛薬。これをいつも飲んでます。これね、 あの、そんなに強くないんだよね。無水カフェイン8 0ムしか入ってないし。で、これね、1日3回まで飲めるの。ま、あ4時間置きなんだけど、1日3回まで飲めるから、そこまで強い薬じゃないんだよね。でも私は、もういろんな鎮痛剤試したけど、これが一番効く。 これね、40は入ってて、だから20回分あの、1回2錠だから、20回分入ってて、まあ、1000円前後かな ?1000、1200円ぐらいだったかなわかんない。900いくらかもしんない。わかんない。忘れちゃった。もう値段見ずにこれ買っちゃうから。うん。 だからね、あのー、頭痛で悩んでる方、コメントください。あの、私結構詳しいから。<laughs> 鎮痛剤に関しては。でもね、これも本当は飲まない方がいいんだけどさ。これだからね、月10日以内、10日間、ん月10回しか飲めないんですよ。これ見るとね。 やばい、なんかお腹痛くなってきた。うん。あ、でも15歳未満は服,し服用しちゃいけないんだ。へぇ。え、じゃあさ、15歳未満で頭痛がひどい人ってどうしてんの 子供の頃って私頭痛なかったけど、子供の頃って頭痛ないんかや。なんかあのね、い,いつもコメントくださる小学生もあの方がいるんだけど、あの子とか大丈夫なんかな頭痛とか。なんかめっちゃ、 身内っていうか、あの、視聴者さんの話するけど。でもね、最近、コメントをくれる方も結構、あの、固定されてきたっていうか、この人はくれるな、みたいな。あの、だから、認知してる。<laughs> あの、 コメントくれてる方、私認知してるので <laughs>。だから、なるべくね、あの、まるさん、コメントありがとうございまして。あの、ちゃんと名前まで言うようにしてる。ちゃんと認知してるよってことで。やばい、髪の毛。よいしょ。もだからね、 まあ、に、私みたいに認知されたくないっていう人もいるかもしれないけど。でもコメントください。<laughs> コメント来るとすごい嬉しい。もう本当にね、一言だけでもいいんですよ。なんか、やっぱね、楽しみにしてますとか言ってもらえると、いやー、なんか YouTube やっててよかったなーって思ったりするね。 なんか本当はさ、コメント読みながらやりたいんだけど、あ、やばい、肌荒れ映った。ちょっと待って。これでいいか。<laughs> 見なかったことにしてください。<laughs> それかもう映しちゃうこんなにひどいんですっていう。どうしよう。うーん、やめとくか。閲覧注意になっちゃうから。<laughs> どんだけ荒れてんねんって感じだけど。 もうだからコメント、あの、お待ちしてます。あのね、何でもいいんですよ、本当に。あのー、なんかこの間なんかさ、絵文字一つだけとか来て、<laughs> なんかハートマークだけみたいな <laughs>。だからあの、返信はしてないけど、いいねだけはつけてやって。あの、だからね、何でもいいからコメントください。お話ししよう。そう、私さ、モア友がいないんですよ。 YouTube やってるけど、モアトモがいなくて、だからあの、主任会ペンの方が、なんか、モアトモいないんですって言ってたから、もうぜひ友達になりましょうって言って、あの、返信したんですけど、もう本当に友達になりましょうみんな。<laughs> もう本当に、モアトモが一番欲しい、今。 もうだってさ、YouTube で一人でなんか誰々喋ってるだけっていうのもつまんないからさ、やっぱ欲しいよなね、で、やっぱね、カメラも欲しあのカメラで撮影してないから、なんかさ、撮影してんのこのスマホだから、スマホ見ながらなんか話したりとかができなくって、なんかスマホの中にあるあのメモとか、 あと、なんか YouTube のあのアナリティクスとか見ながらとかができなくって、そう、だからそれが不便なんだよね。だからカメラ欲しいなって思ってるんだけど、でもうカメラ、あの下見に行った時さ、やっぱ10万ぐらいするんだよね、カメラだけで。それであとさ、あのリング、リングライトとか、あと三脚とか、 あと、データ移行するやつとか買ったらさ、もう、15万ぐらい行くんじゃないかな。うーん。いや、だからさ、ちょっと買えないなと思って。だってまずはさ、あの、電動自転車の13万を父親に返さないといけないし。っていうか、そもそもさ、私、母の強制やってるんですけど、100万出してもらってるから、 ちょっと <laughs>、返さないとないや、まあ電動自転車代はなんとかなる。うーん、なんとかなるかな <laughs> ちょっと、つばちゃんのグッズ買いすぎて、なんとかなるのかわかんないけど。まあ13万は返すとして、 100万はちょっと無理。<laughs> 100万返すってなったら、ちょっと貯金なくなるわ。やばい。うん、100万はだから勘弁してください。ごめん、お父さん。<laughs> というかね、私ね、<laughs> いつも動画では父親、母親とか、お父さん、お母さんって言ってるけど、実際はパパママ呼びなんですよ。本当はね。でもやっぱさ、さすがに外では、まあ、パパママ呼びはやめた方がいいかなと思って、あの、動画では父親とか母親とかって呼んでるんですけど、なんかね、 ほら、子供の頃はいいじゃん、別にパパとママって呼んでたって。でもやっぱ成長するにつれてさ、あの特に思春期とか、なんかやっぱパパママ呼び恥ずかしいな、みたいになるじゃん。それでなんか呼び方変えよう、みたいになったんだけど、なんかね、パパ呼びじゃないと、父親がすごい拗ねたんですよ、なんか。<laughs> なんでパパって呼ばないのみたいな感じで言われたから、 だからね、もう結局ずっとパパママ呼びなんだよね。<laughs> そう、だからさ、まあ外ではパパママ呼びはあんましないけど、でも普通にパパ呼ぶママ呼びです。皆さん何んて呼んでますかあの、両親のこと。なんか私の妹なんかジジーババアとかって言ってんだけど、<laughs> それはひどいなと思うんだけど。 うん。うわ、もう43分経ってる。早でもまだ家族帰ってこないな。うん。50分ぐらいまでやる <laughs> いや、第1弾、第2弾は40分前後だったんですけど、ちょっと1時間ぐらいやってみる <laughs> やばい、データやばい、データ容量やばい。もう。あ、でもね、過去の動画全部消したから、容量はあるんかな。<laughs> でもちょっと今回 BGM つけられないかも、すいません。ちょっと BGM つける余裕はないかも。もうこのまんま上げるかも、もうアップすると思う。ごめんなさい、そこは。もうノー編集、ノーカットでお届けします。<laughs> あ、これ最初に言っておけばよかったな。なんでこんな動画の最後ら辺で言うんだよって感じだけど。いやー、ごめんなさい、なんか。いや、でもさ、編集しないと楽だなって思う。いや、なんかさ、昔、昔っていうか前までは編集するのが楽しくて、あの動画いっぱい撮ってたんだけど、最近マジでダメだね。うん。 でもほら、あの、今月さ、全然動画上げてなかったから、最近頑張って毎日、頑張ってっていうか、まあ、あ編集してないんだけど、あの、長尺動画、あの、上げてて。だからね、毎日投稿嬉しいですって言ってくれる方もいて、それも嬉しかったなうん。やっぱこう、あれだよね、長尺だとラジオ感覚で聞いてもらえるから、 それがいいのかもしれない。そう、私もね、あの、自分の動画結構見返したりするんですよ。で、なんか、あ、こんなこと喋ってたんだとか、<laughs> なるから、結構ね、あの、自分でもこの動画気に入ってたりする。私結構自分の動画好きで見ちゃうんだよね。<laughs> 自己愛が強い。 うん。いや、私さ、自分の動画マジで面白いと思うんだけど、皆さんどうですか <laughs> どうだろう。いや、でもな、最近ね、あんまり視聴回数取れてないから、やっぱちゃんと編集して、編集、ちゃんと編集した動画、あげないとな、とは思ってる。うん。 いやー、でも今日いっぱい喋ったね。なんか、話すことさ、メモしてたんだけど、一個しか、あのプ、プルバトプルバトの話をしようっていうのしか、書いてなかったのに、もう46分も経ってる。<laughs> いやー、楽しいね、なんか、長尺動画。じゃあちょっと50分になったら終わろうかな。もうそろそろ、話も尽きてきたし。 いや。あ、でも、親帰ってきたかも。どうだろうちょっと待って。あ、まだ帰ってきてないか。うん、大丈夫かな。あ、わかんない。ちょっと音が聞こえない。 うん、でも、そろそろ帰ってきそうだな。よ、今47分、四五50秒。うん、あと三分2、2分ぐらいかな。いやあと2分って言っても何喋ろう。まあ、あとは、もう、なんかさ、話題とかあったらコメントください。ぜひとも。 あの、これについて話してほしいとか。あ、そうだ、自己紹介をさ、この間やったんだよね。自己紹介やろうって言って。それでなんか中途半端に終わったんだよね。そうだ、自己紹介ね。えっと、確か年齢のとこまで行って、あと、大学で何専攻してたかまで行って、それで終わったんだよね。そっか、自己紹介ね。 今からやる <laughs> こんな動画後半になってからやる <laughs> これ最初にやるべきだったなぁ。うーん。まあ、まあ自己紹介するとするなると、私ね、あの、父親が自衛官だったんですよ。これもうあの、退職してるから言えるんだけど、自衛官だったんですよ。 だから、子供の頃、結構、頻繁に転勤してて、あ、転校してて、だから、小学校とか、四五回変わってんだよね。そう。それで、あの、だから、四五回変わってて、で、韓国に行ってた時もあるから、私、韓国に住んでたんですよ。だからね、ハングルちょっと分かったりとか、するんだけど、 やばい、ちょっとお腹痛くなってきたから、ちょっと、ごめんなさい、中途半端だけど、ここで終わりにします。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、長尺動画撮ると思うので、ぜひ、その時は、あの、お付き合いください。ということで、バイバーイ。